こんにちは、霊夢です。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます、青子です。やっと出た、やっと出た。主お待ちかねのヤマハトレーサー 9GT、国内仕様ですね。MT-09 の国内仕様も発表されてますけど、新型紹介動画は先にトレーサーなんですね。トレーサー9は新型 MT-09 ベースだから、こっちが先なんじゃないんですか？いや、主がオフ乗りだし、こっちのが気になる車種だからって理由だ。もちろん、MT-09 も取り上げるからお楽しみにな。7月28日発売、待ちに待ったトレーサー9の特徴をサクッと紹介してくぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。じゃ、始めてくぜ。今回のお題はこんな感じだ。1、トレーサーって。2、スペック紹介。3、ライバル比較。です。正式名称はトレーサー 9GTABS だ。動画中ではトレーサー9って呼んでくからな。1、トレーサーって。始まりは MT シリーズの派生車。ヤマハのカテゴリー分けだと、トレーサーはスポーツツーリングバイクだ。アドベンチャーじゃないんですね。そうなんだよな。ヤマハでアドベンチャーってなると、テネレやセローだからな。じゃ、まずはその生い立ちをサクッと説明するぜ。始まりは2014年にデビューした MT-09 の1年後、その派生車種として発売されたぜ。MT-09 トレーサーという名前でしたね。そして、2018年春のマイナーチェンジでは MT-09 が外れて、トレーサー900となった。さらに今回、レイが外れてトレーサー9で落ち着いた。なんでこんなに名前が変わってるの？ MT の派生車種ではなく、新しい世代に変化したということを印象付けしたかったって話してたな。YouTube の開発者インタビュー動画の話ですね。スポーツツーリングというジャンルをより掘り下げたいってことらしいぜ。あと、邪推するとシリーズ整理とかな。最近のヤマハは、アルファベットと数字の組み合わせが多いですよね。トレーサーも、次のモデルチェンジでは TQ とかになったりして、それだとテネレとかぶる。そんな心配ができるのも、無事国内仕様が発表されたおかげですね。20年末に欧州発表された時は、当初国内向けは春以降って話でしたが、もう夏前ですよ。新型バイクはたくさん発表されるけど、国内導入が遅れるのは皆さんご存知新型ウイルスの影響だな。状況収束が見通せず生産計画が立てにくい、生産したくても材料調達が滞る、作ってもコンテナ不足で運べない。ないない3連単ですね。少しずつ回復してはいるが、以前の状態に戻るにはまだまだ時間が必要だと思うぜ。MT シリーズとトレーサーは、基本コンポーネントを共有してるから、他車種と比べればリスク分散できてるみたいだけどな。気になる方は、引き続き動画をご覧いただき、じっくり検討してくださいね。モデル構成。モデル構成ですが、どんな感じなんですか？欧州発表では無印と、上位モデル GT の2種類だ。今回国内導入されたのは GT のみですね。上位モデルって、無印とどんな違いがあるの？結構違うぞ。一気に行くぜ。KYB 製電子制御サスペンション。アップダウン対応クイックシフト。コーナリングランプ。グリップウォーマー。ダブルステッチシート、ランパー内蔵サイドケース用ステーです。車重は無印は213キロ、国内仕様の GT は220キロだな。パニア装備が外れて、GT は無印と同じ外観なのに、なぜか7キロも差がありますね。違いは電差すぐらいなんだけど、こんなに差があるとは思えないぜ。謎の7キロだ。スタイリング。パッと見どうですか？先代のトレーサーは、FJR をアドベンチャーよりにした雰囲気だったけど、新型は R と MT を組み合わせたって感じだな。腰下部分の2頭ライト部分が R で、顔の部分が MT ってことですね。個人的には新 MT のモノアイ型のトレーサーも見たかったな。三つ目のボトムズ的な感じか？うん。確かにその線も想像できるんだけど、そうならなかったのには理由がありそうだぜ。どんな理由？トレーサー9はイメージデザインから始めるのではなく、バイクに必要な機能をデザイン化していったって話だ。イメージは、一機で複数の用途に対応できる戦闘機、マルチロールファイターとか。あ、それ、開発者インタビューで語ってましたね。衣装のための要素をなるべく取り除き、旅をするための機能を最優先したスタイリング、とかな。だから、デザインの段階で、MT の兄弟車だから MT のモチーフを入れようってならなかったんだと思う。ふむふむ。あと、主の勝手な想像としては、今回の装備には夜間走行のライダー負荷を軽減するコーナリングライトが採用されている。これだと、左右を照らすライトが独立して必要になるよな。ですね。でもそれなら、MT-09 と同じくど真ん中にヘッドランプを設置したら OK じゃないの？確かにそれだとライトも一つになるし、軽量化もできる。でもあえて一つに集約せず、機能をばらしてる。それがヤマハの旅に対する回答だ。常に備えは必要なのよ。人がバイクに乗るためにはな。何それ？旅先では何が起こるかわからない。だからあえて機能をばらして、保険をかけてるのかな、と。
ヤマハの本気アドベンチャーバイク、テネレ700にはライトは4つあるし、しかもスクリーンの内側に装備されてる。それだけライトは大切だってことだ。と、主は思い込んでいます。ライトデザインもかっこいいですが、カウルの形状も複雑ですね。タンク部分とフェンダー部分は分割されてるし、エアインテーク部分も2ピースの構成になってる。コーナリングライト両側のエラや、ライト部分も仕切り板があって、入り組んだ形になってる。これらの形状には理由があり、ちゃんと意味を持たせてデザインされているって話してた。これは実写をじっくり見る必要がありますね。レッドバロンに入荷されるかな？公式サイトには、取扱店限定モデルエクスクルーシブモデルの記載はなかったぜ。なので、YSP やアドバンスドディーラー以外でも購入できると思うぜ。カラーリング。国内導入されたのは、レッドとブラック、GT 専用のシルバーの3色だ。カラーが変わると、見た目や雰囲気も変わって見えますね。そうだな。例えばシルバーだと、前から見た時はブラック、横から見るとツートンに見えて、一粒で二度楽しめるカラーですね。それに、ヤマハの大型バイクではあまり見かけないレッドが採用されてるのもいいな。あと、欧州仕様にはテックカモってカラーがありましたね。名前にある通り若干グリーンが合ってて、ミリタリーっぽくてかっこいいんだけど。残念ながら国内未導入カラーだな。一押しのパニア。欧州版 GT はパニアが標準装備なんだけど、国内版はオプション扱いだ。残念。確かに残念なんだけど、パニア装着時の様子は絶妙にかっこよいぜ。これ見てくれ。張り出したタンク部分と、パニアのラインがうまく重なって、とてもスタイリッシュに見えるだ。頭だけ飛び出してる感じがよりまして、まさにデンドロビウムですね。ちょっと無理があるかな。パニアを取り付けるサイドステイの部品を省略したり、パニアの振動の影響を抑えるため、ダンパー機能を内蔵したり、いろいろ工夫されてるって話だ。しかも、サイドパニアはヘルメットが収納できるサイズだ。もうパニアをつけるしかないですね。部品代で17万円ぐらいするけどな。一押しのメーターデザイン。そして今回の推しはまだある。このメーターのデザイン、どうだ？左右上下、4つに分かれた画面にそれぞれ情報が表示されて、液晶部分は見やすいように、若干ライダー側に向けて角度がついてる。インタビューでも話があったけど、これはまさしく戦闘機のコックピットイメージだぜ。ここにスマホをマウントしたら、5画面メーターの出来上がりだ。2つで十分ですよ。いや5つだ。2と2と1で5つだ。2つで十分ですよ。これもバックアップだ。走行時に必要な警告系は個別ライトにして、メーターが故障しても車両状況がわかるように。わかってくださいよ。あと、ちょっとだけ残念なんだが、キーオン時のアニメーションはないみたいだ。専用機に装飾は不要ですからね。全体的な雰囲気ですが、トカゲのムルティストラーダに似てませんか？正面から見た雰囲気は似てるかもな。ふむ、横から見ても結構似てるな。ムルティの方が色使いが多いし明るいな。正直、トカゲの方が活かしてません。本性を表したな。妖怪イタシャデザインは最高やろうね。ま、100万円以上価格も違うしな。電車採用車種になると、国産車でも200万円を超えてくるし。今回の新型トレーサーの魅力は価格と機能のバランスだと思う。それじゃ、次はトレーサーの魅力のスペック話をお願いします。スペック紹介。エンジン。エンジンは新型 MT-09 と同性能だな。ちなみに MT は、マスターオブトルクの役でしたね。エンジン性能にもヤマハのこだわりを感じます。クロスプレーンコンセプトの3気筒のエンジンを搭載。水冷4ストローク DOHC4 バルブ、平成32年排出ガス規制適合、排気量は 888cc だ。あれ？欧州仕様は 890cc、出力は 87.5kW1万rpm、93Nm7000rpm ですよね。に違いますよ。いつもの表記の揺れだな。気にするな。あら。先代のエンジンに比べ、排気量は 43cc 増加、ピストン、コンロッド、クランクシャフトなどが新設計されて、4kg の軽量化、しかも燃費は 9% 改善だ。出力性能は 3kW、0.6Nm アップしてるぜ。クラッチレバーの操作荷重を低減もされてますね。ライダーが触れる部分の負荷軽減もされてるから、アドベンチャーツアラーとしては申し分ないですね。エンジンの性能アップに合わせて、アシストスリッパークラッチの再調整や、IMU 搭載でスロットルバイワイヤー化されてる。大型バイクの装備としては頭打ちで、特に目新しい機能のないけど、これで十分ですよね。次世代の支援機能だと、アダプティブクルーズコントロールだな。いずれ搭載されると思うが、もうしばらく先だろうな。フレーム。フレームも新型 MT-09 をベースにしてる。もちろんトレーサー用に専用セッティングされてる。しかも先代より 2.3kg も軽くなってるぜ。その答えは？CF アルミダイキャスト技術のおかげだ。何それ？ヤマハの鋳造技術説明サイトを見てみると、薄肉かつ大物を両立したアルミダイキャスト製品を量産する技術って説明がある。薄くなるから軽くなる、というわけですね。一言で話すと、そうなるな。ヤマハのサイトには技術解説ページがあるんだけど、そこでは鋳造技術以外にもたくさん解説や説明がされてる。気になる人は、ぜひ技術解説も参照してみてくれ。ヤマハバイクが技術の塊ってことがビンビン伝わってくるぜ。ま、詳しい意味はわかりませんが、すごいってことは感じます。
このフレームのおかげで、純正アクセサリーのサイドケース、トップケースと、計算バッグの搭載が可能だぜ。ホイール。ホイールにも新しいアルミ鋳造工法が使われている。その名も回転組成スピン工自動ホイールだ。新作アニメのタイトルですか？この工法を使うと、先代は 3.5 ミリだったリム肉厚が、最終的に2ミリまで薄くできる。どんどん薄くなっていきますね。ちなみにヤマハのアルミ鋳造技術はピアノのフレームを作るところから始まり進化してきた。ヤマハはモビリティ以外の分野にも、いろいろな技術蓄積がある。技術がジャンルを超えることで、より面白いバイクが生まれるんだな。長い歴史と技術の積み重ねが、ヤマハのバイクを支えてるんですね。電子制御。新型では自社製の IMU が搭載され、一気に電性モリモリバイクになりましたね。アフリカツインや V ストローム 1050XT と比べても、装備に遜色はない。ちなみに IMU 搭載で、何が先代と変わったの？トラクションコントロール制御に、姿勢情報が反映できるようになったぜ。どういうこと？簡単に言えば、スリップを感知したらエンジン出力を制御するって方法から、IMU が旋回中加速中など姿勢を感知して、状況に合った出力制御ができるようになった。そのおかげで、制御の幅が広がったぜ。具体的にはどんな制御が増えたの？リフトコントロールシステム、スライドコントロールシステム、ブレーキコントロールシステムだ。さらに、目標速度設定可能なクルーズコントロールも搭載されてる。ありがたや。各システムは調整、オンオフが可能だ。ハイパワーなエンジンを効率よく使うための制御が、いっぱい追加されたってことですね。坂道での後退抑制とか、ツイストについてるブレーキ系の支援制御はないの？確認した資料には記載はなかったな。この部分はツイストが一枚上手だな。今後に期待ですね。快適装備。スポーツツアラーらしく、走りを快適にする装備も充実してるぜ。一気に行くぜ。フロントスクリーンは10段階5ミリ刻みで手動設定可能。トリプルパニア装備可能。2段階に高さ調整できるフロント側シート、825ミリから810ミリへ調整可能。フットレストとハンドルバーは、2段階のポジションから選択可能。盛りだくさんですね。まだあるぜ。より暖かく、握りやすくなった10段設定のグリップウォーマー。18リットルの燃料タンク、計算上の航行距離は350キロ以上。ライトがたくさん、コーナリングランプ、ポジションランプ、モノフォーカスヘッドランプ。この価格帯でのコーナリングランプ装備は嬉しいですね。車両解説でも一押し機能だったな。ぜひ効き目を体験したい。電子制御サスペンション、かつ前後サスペンションはカヤバ製だ。IMU が収集した情報をサスペンション側へ連携し減衰調整に反映する仕組みだ。商品説明には、当社独自のグランドフックコンセプトを提唱し、ライダーはあたかもタイヤが地面に吸い付くような接地感安心感を得られ、ライディングスキルを支援し、高い操縦安定性に寄与しますと記載されてる。とてもとても期待してます。サスペンションの大御所、昭和にも昭和イラって電子制御サスペンションがありますが、違いはありますか？あるぜ。制御の考え方が真逆だ。真逆？昭和の考え方はスカイフック制御だ。路面の凹凸に応じて減衰力を変化させ、バネ状にある車体を空から宙吊りにしたように一定に制御する。振動がライダーに伝わりにくい、理想的なサスペンションだな。ふむふむ。カヤバはグラントフック制御だ。バイクが路面に引き付けられているような、タイヤのグリップ感を常に感じさせる減衰力調整を行うサスペンションだ。言葉の意味はよくわからんが、とにかくすごい制御だってことですね。予作さんか。実際に体験して、違いをレビューしてみたいですね。価格。ホンダやスズキとタメを張る性能を持つトレーサーないんですが、肝心の国内価格はどうなりました？この装備で、なんと145万2000円だ。リーズナブル。パワーユニットやフレーム刷新、快適装備を踏まえたら、この価格はバーゲンプライスですよね。だな。先代からの価格アップは仕方ない。ま、欧州仕様ではタニア装備の価格だけど、国内はタニアはオプションだ。装備した乗り出し価格は160万円ぐらいかな。スズキみたいに新型発売記念とかで、つけてくれないかな。おまけでつくような価格じゃないぜ。じゃ、一通り性能を見てきたところで、ライバル比較といきますか。3、ライバル比較。さて、お待ちかねの比較像だ。今回は国内メーカーバイクとの比較ですね。うん。装備はどの車種もほぼ同じだから、好みと価格がキーポイントだな。では、比較像、ドン。おう。先ほど話した通りですね。価格とデザイン勝負ですね。ゴージャスさならアフリカツイン、支援機能の充実なら V ストローム。価格と機能のバランスはトレーサーないんだな。うまいこと分けましたね。さ、レイムならどれを選ぶ？この中なら、アフリカツインですね。なんで？足つきですね。以前またがった時、V ストよりアフリカのが軽く感じましたので。トレーサーナインはまたがってないし未知数だし、それにマリサがおすすめすると思って。お気遣いありがとうございます。でも俺は、スズキの GSX-S1000 の国内発表待ちだ。なんだそのオチは。というわけで、今回はヤマハのトレーサー9の考察でした。
発売日は2021年7月28日、価格は145万2000円だぜ。次もヤマハで行くからよろしくな。こんにちは、青子のバイクニュースのお時間です。お、どうした？元気ないな。楽しみにしてた MotoGP の日本ラウンドが中止になってしまいました。今年は復活のマルケスとレッドブルホンダの勇姿をこの目で見れると思ってたのに。いや、まだ F1 は開催中止発表してないだろ。そうなんですけど、この調子じゃ開催されても無観客、もしくは中止って可能性が。東京オリンピックが開催されるんだから F1 も多分開催されるんじゃないの？だと良いのですが。なので若い世代のワクチン接種は始まったら会社休んでダッシュで受けに行きますよ。筋肉注射は痛いぞ。脅かさないでください。痛い話は終わりです。では今回はこの辺で。それでは See you.